どうしちまったんだ、あげころ。今行くぞ、カバー。あなたには黙秘権がある。あげころ何してんだ、バカ野郎。僕の婚約者がどうしました。心がき殺人の疑いがある。マレ肉って何ですか？マレ肉はマレ肉です。じゃああそこにいるおばさんはマレ肉です。じゃあ、あげころ、あとは頑張って。笑えない、頭がおかしい。そのさ、チクついたおじさんがいた時のかわし方練習しよう。おはようございます。ガキラーメン好きですよ。まあでもあれ、ガキしか買わないからな。解像度高いって言うんだ。解像度高すぎて泣きそうになった。今日から警察体験をすることになりました。文月かなえ。今日リベンジしよう。じゃあやるか。粉塵竜巻するからね。待て、死者。やべ、怪我した。弱っ。チェクシャー。パクパク分線を最初盛り上げないと。あげころと俺らしか、俺しかいないよ。こんちゃー。剣さん、ちょうどよかった。あれ2階に助けてください、剣さん。カバーいるの？なんで？今警察に職質されてて、助けて。今すぐカバー行くわ。弁護士が来てから話しますって言って。その今何も話すことはできないんですけど、後で弁護士を通して話しますってずっと言っといて。わかりました。あのマリニク屋ですよ。レギオンの下のお願いします。オッケー。どうしちまったんだ、あげころ。今行くぞ、カバー。あなたには黙秘権がある。うわー、しゃあ、あげころ何してんだ、バカ野郎。ちょっと俺の距離の手じゃない、追えないと思った。これ結構大事件です。うちの婚約者がどうしました。鶴木さん、今何て言いました？僕の婚約者がどうしました？婚約者。今ね、バレ肉店が心なき殺人の疑いがある。心なき殺人、生きてるじゃないですか。また別の被害者がいたんです。どういうこと？スマホを開いていただいても。スマホ、はい、送ります。これ先ほど衣さんがツイートしてた写真なんです。倒してるやん、明らかに倒してるやん。バレ肉が入ってきたんで、マレ肉にしたんですよ。いや、マレ肉ではなく人ですよ。望んで入ってきたんです。あの、その辺の犯罪者と一緒にしないでください。うちは、はい、あの、外にいる心なきを連れ去ってこの中に入れて、うん、マレ肉にしたわけじゃなくて、心なきがもうこの椅子に座ってたんです。マレ肉にしてくれって。それは言っていたんですか？マレ肉にしてくれって。はい、言ってました。本当ですね。言ってた。はい、言ってました。なんか英語で、おー、英語で、イエス、イエス、おー、イエス、イエー、間違くない？払えないなら、じゃ、お金が払えないなら体で払ってもらいますよって言ったら、イエス、おー、イエス、おー、イエスみたいな。もう肉の塊になっちゃったんだよね。じゃあ、あの、せっかく来ていただいたんで、どうぞこれ、ボイラさんにも。何ですか、これ、賄賂ですか、これ。ちょっとごめん、あの、もう一回、あの、で、裁判に使わなきゃいけないけど、もうなんて言ってたって、もう一回。あの、だから、あの、まずこのお客さん二人来たんですよ。で、ここに座って待ってたんですね。で、まずで、フルコースを振る舞ったんですよ、マレ肉。なんて言ってた、の、その本人は。もうお金が払えないならマレ肉にしますよっつら、おーイエス、おーイエス。あー、なるほどね。なるほど。ほら、証拠もないでしょ、もう。ちょっと中立ち入ってもいいですか？あ、どうぞ入ってください。ちょっとすみません、確認しますね。はい。結婚ないですか、ボイラ先輩？結婚血。結婚。被害者の血落ちないか。つりさん、うち勝てますか？勝てます。よかったです。そうですよね、やっぱり言ってたんですからね。見当たらないな。だってそもそも彼女はマレ肉にするって言っちゃったとは思うんですけど、実際マレ肉になったって証拠はあるんですか、この中に。あ、でも自分で言ってましたよね、この自分で証言。いや、そうなんですけど、ちょっと彼女ちょっとそういうとこありまして、実際にないものはあるって言っちゃったりとか、見えないものが見えてしまったりとか、そういうことあるんですね。実際にその心なきっていうのがこの中にいない可能性あります。普通にそもそもその家の中に入っちゃった心なき、心ありがこの店に入った瞬間マレ肉にするらしいです。え、自分で入ってきてるんですもん、マレ肉なり。あの人、でもそれはご飯買いに来ますよ。え、ちゃじゃあ、これ声が、ありは違うんですよ、心ありは。あの、あなたたちはマレ肉を食べに来てるでしょ、皆さんは、あの、買いに。でもこの人は早くマレ肉にしてほしくて、もううずくまって震えてるじゃないですか。いや、そんなことないと思いますけどね。マレ肉にしてほしいって言って自分たちでここに入ってきて、だって買う気ないじゃないですか。ずっと言ってるんですよ、さっき座ってた時から何にしますかって。でも何も答えないんですよ、注文もしないし。あげころちゃんがマレ肉です、この人って言った時から、もうこの人すごいビビっちゃってるよ。いや、違うよ、喜んでる。喜んでる、震えてる。泣いてないなんか。衣さん、うん、喜びのあまり。とはいえ、心なきをマレ肉にしちゃったら、もうそれは心なき殺人罪だと思うんですよ。でもみんなのお腹の中にいるのに。ちょっと待つんだ、これ。いや、そうなんです、ちょっと結構こういう子でして。
つぎくんどういうことなのこれ。これはですね、衣の方はですね、ちょっと見えないものが見えてしまったりとか、ちょっと思い込みが激しいみたいなとこあって、実際心なきは彼女しか来てないんですよ。で、これ彼女は、写真が、写真に2人写って、あ、これフォトショップの練習ですね。ほら早くしないと。ほらこれフォトショップの練習っす。コロモさん、コロモさん、コロモさん、何してですか。おい、ちょっと、いやだって早くしないと、もう丸肉にしてほしいってずっと言ってるから、聞こえないんですか声が、この人の心の叫びが。あげごろ、落ち着いて。ついにじゃ味方じゃないんですか。味方だよ。そうですよね。落ち着いて。わかりました、じゃあ一回落ち着きます。ちょっと待ってくれ、今のは狂気か。いえ、いや、斧持ってましたね、斧。いえ、これは木こりです。木こりの道具でしょ。はい、いつも心なきを丸肉にしてる道具はどれですか。いや、何もそんなのしてないですよ。お、ほら、いや、そうなんですよ、俺今正気に戻りました、あげころが。はい、正気に。これ、あの外のあの木を整えてまして、よく見たことないんですけどね、そんなの。いや、よく朝一でやってるんですよ、そこの木、綺麗にしてんの。黒さん、あの、嘘に嘘を塗り固めるとあの、どんどんボロが出るんで気をつけてくださいね。正直に話しましょう。あの、さっきのここにいた男の人、みんなには見えてない男の人2人、うち拳で殴りました、黙らせようと思って。黙らせようと思って。はい、あれ、なんか丸肉にしようって最初言ってませんでした。そう、だから黙らせようと思ったんですよ。オーイエス、オーイエスって言ってたから、ちょっと一回し、だから業者の方を呼ぼうと思ったんですよ。業者来るまで静かにしろって殴ったら倒れちゃったから。殴ったんですね。はい、あ、じゃあマレ肉で使用している食材は心なきは使っていないということですか。マレ肉を使ってます。マレ肉って何ですか。マレ肉はマレ肉です。じゃあ、あそこにいるおばさんはマレ肉です。いや、じゃあ、あとは頑張って。笑えない。頭がおかしい、やっぱり。あげころも勝率下がる。あんなの手伝ったら問題解決専門家の勝率が下がっちまう、解決率が。オーイエス、オーイエス。いや、散々いおりさんのこと頭おかしいみたいな扱いしてるけど、あげころもだいぶ頭おかしいよな。なんだよ、マレ肉にしましたって。マレ肉ってガチで何なんだよ。救えない、あれは。助けれないよ、カバーしたくても。でもちょっと確かにマレ肉ってなんか怪しい雰囲気めっちゃ出してたけど、今までどうやってやってたんだろう。どうやって言いくるめてお客さんとかを集めてたんだろう。それ気になるな。帰りました、つるぎさん。来た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 。そう、どうしたの、大変だったの。うん、詳しく。おい、笑える。だからなんだよ。うまそう。使いたかっただけです。これ、あのおばあちゃんめっちゃ可愛いですよね。いや、あのおばあちゃんめっちゃ好き。うまそうかも。おい、笑える。うまそう。おい、笑える。つるぎさん、これ知ってると思わなかった、嬉しいな。 TikTok よく見るんだ。いや、なんか俺 YouTube ショートだね。 YouTube ショート派か。無駄の天才が流れてくる。そうだよね、ダメじゃん、それ TikTok の元の方見てあげないと。いや、 TikTok はね、なかなか入れてない。だいたいなんかエロいダンス流れてくるから、ちょっと煩悩だなと思って。それさ、つりさんがそういうのばっか見てるからだよ。いや、なんかデフォルトで流れてくるぞ普通に。え、うちそんな流れてこないよ、一番最初から。え、それつりさん、そこで何秒か止めちゃったからじゃない。そういうこと。見ちゃった、うん、一番最初見ちゃったからかな。見ちゃってるからだよ、一番最初に。いや、でも興味があると思われてる。いや、でも TikTok のアプリ入れて一番最初に出てきたらそれは見るでしょ。でも何秒も止めないですよ、スッてやるじゃん。バンショミワンタイム、バンショミトゥータイム、流れてきてたよ。それさ、もう5、6年前だよ。それが流れてきてたからさ。もうその音源流行ってないよ、つるぎさん。今何流行ってんの。カン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 みたいなやつ。でも、もうそれも TikTok じゃちょっと3ヶ月ぐらい前じゃないの。え、そうなんだ。2、3ヶ月前に流行ったやつだよ、その。え、TikTok 見てんの、あげごろ。え、たまに見てる。てか、これね、俺らね、パクパク無線でやらないと、この会話って別に。そうだよ、それじゃあちょっと入ってますから、あの、見せ番します。見せ番して、ちょっとこれ無線でやろうや。うん、無線で楽しく話してよ。これ一番最初に携帯手に入れた子供の使い方してるやん、俺ら。別に会えばいいのに、わざわざ家に帰ってから電話するやつやん。じゃあ、つりぎさん、またあの、店に帰ったら。オッケー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 、バイバーイ。はいはい。え、これアゲコロの車。これうちの車です、かっこいいでしょ。え、ちょっと待って、これビーチってどこだろう。ちょ、ビーチ行ける、ビーチ。え、つるぎさん、この車でビーチに行ったんですか。え、絶対乗せてるじゃん、つるぎさん。まあ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 、皆まで言うな。あ、ま、やっぱりつるぎ
さんっていろんな人にちょっかい出してるんだ。そうやって皆まで言うんじゃない。え、これどうしたのこの車。これね、あの皇帝いるじゃないですか、警察に、うんうん、皇帝がなんか間違えて12台仕入れちゃって安く売るから買ってくれって言われて買いました12台ってやばくないですか。そんなこと起こるの。ちなみにいくらいくらだったっけ。なんか4000万とかだったの。なんか500万ぐらい安く売ってくれました。そんな高くなかったこれ。え、でもそれ1億か。カスタム込みで1億ぐらいか。多分そうだと思います。いや、もうちょっと安かったら2500万とかだったかもしれない。え、そうなの。3000万を2500とかだったかも。なんか俺フルカスで1億って言われて1億払ったんだけど。え、本当に同じ車ですかそれ。うん、ちょっと見よう。ちょっと一回見よう。ちょっと確かめましょう。確かにここかな。待って、騙されたかも。待って、しかも俺らドアの外れ方も全く一緒。ちょっと待って俺ちょっとドアの外れ方も全く一緒やん。ちょっと、こんなこと起きるんですか。すごくない。すげえやん。色も一緒だ。しかも何もしてないでしょ、買ったままで。ちょっと写真撮ろうぜ。写真撮りましょう。ちょ、インカムで、インカムで。じゃあうち得意なんで、剣さん、あのそこ立っててください。Okay. かっこいいポーズして、かっこいいポーズして立っててください。この辺かな。本当にいけんのこれで。あのインカム分かりました。ちょっと待って、こっちから撮った方がいいかも。あ、めっちゃかっこいい。かっこいいよ。行きますよ。はい、チーズ。あ、待って、はい、チーズ。え、取れた。何してるんですかそれ。なんか来た、取れた。取れました。ちょっとあの写真送ります。でもなんかね、剣さん虚無をなんか持ってるみたいになってる。虚無を持ってた。虚無持ってる。いいね。全然車小さいけどな。ただこれすごいぞ、これ持ってたんだ。でもうちまだカスタムしないんですよ。結構カスタムしなくても早くないですか。これ早い。カレンちゃんを大切にしてやってくれ。ごそれ1億円に譲り受けたの。そう。もしかしたら騙されてるよ。騙されたかも。え、マジで騙されたかも。マジで騙されてるよ、つりぎさん。でも前すぎて、でも請求できない。そうですよね、もうそうなってくると。ちょっととりあえず無線で話さなきゃ俺ら。帰ったら電話するね。オッケー。パクパク無線俺結構宣伝したよ。つりぎさん、うちちゃんと六方に書いたよ。いや、見た見た、いいね押しといたよ。ただ全然人集まってない。とりあえずでもさ、あげころ入ってたのいいね。俺らでまず盛り上がってる風な演出しなきゃいけないからね。そう、そう、演出しなきゃと思って、ちゃんとね、朝一で入りましたよ。ナイスナイス。誰も来てなかった今まで。誰も一人も来てない。でもね、あのさっきの薬局の人はね、なんかね、飲食って大変だねって寂しがってたから教えときました。そう、俺もね、教えといた。全く同じ流れで。いや、なんかメイン無線があるっぽい。俺ペオさんにも教えた時に、その抜けれない無線があるからみたいな、抜けれる時みたいな雰囲気出してた。なんかじゃあさ、あの本当に飲食一本でやってる人たちってあんまりないのかな、暇な人って。いや、マジでそうかも。ちょっとさ、パクパク無線宣伝しますか。 TX で、あ、うち広報します。今 TX しますよ。ちょっとこれ飲食店、あ、でも誰でも入れるようにしてもいいのかな。飲食以外も。それは違うか。それはちょっと特別感もないしね。 OK、 じゃあちょっと飲食店の店員さんのみでっていうのやろう。じゃあ、わかりました。ちょっとツイートしてみよう。いや、でもなんか確かに暇つぶせる感が全然違う気がする、この無線があるだけで。なんかさ、今楽しいですよね、一人じゃない感じがして。わかるわかる。これなんか多分ややこしいおじさんが入ってくるまで多分俺は楽しめるわ。そうですよね、なんかややこしいおじさん入ってきたら、あのうち静かになっちゃうんで、それ聞いたらよろしくお願いします。OK、 あげからそっちのタイプね、飲まれるタイプね。うちややこしいおじさん苦手なタイプ。ちょっと考え、ちょっとあらかじめちょっと考えとこうよ。ちょっとなんかその結構乗っ取り系のおじさんが来た時に、はい、カバーなんとかできるようなやつ考えとかないと、対応策。わかった。なんか可愛いおじさんならいいんですけど、嫌なおじさん来たらどうしよう。すべての発言にチクつかれたらやばいから。え、うちチクつかれるの苦手です。え、でも対応できそうだけどな、あげころだったら。いや、チクつかれるの苦手です、怖いもん。じゃちょっと練習してみる。じゃあチクついてみてください。オッケーオッケー。いや、任せて。そのさ、チクついたおじさんがいた時のかわし方練習しよう。はい、わかりました。じゃあ俺に、じゃあさ、俺ムスッとしてるから、あの話振ってきて、空気悪くしとくから。あ、おはようございます。です。あ、おはようございます。あの何回も言わなくていいよ。どうですか今日。まあお客さんはいないかもな。あ、まああの丸肉屋もそんな感じです。
何ラーメンおすすめですか今日って。まあそれ人それぞれなんじゃない、好きなの注文すればいいと思うよ。あのうちあれですよ、あのラーメン屋さんのあのほらガキラーメン好きですよ。まあでもあれガキしか買わないからな。なんか巨峰のあれ美味しいですよね、ソフトクリームは。揚げ頃ごめん、苦しいよ苦しい苦しい。正義さ、解像度高いって何でもいいんじゃないみたいの、解像度高すぎて泣きそうになったうち。苦しい。剣さん、剣さんにはめんどくさいおじさんできないよ。いい人だよ、剣さんはやっぱり。今やろうと思ったけど、やるのやめたわ。次交代してみます。うちがめんどくさいおつぼねおばさんやります。あ、俺めちゃくちゃ得意だよ、おつぼねさん従いの。俺嫌われてたんだから、会社でおつぼねさんに。え、嫌われてたけど仲良くなったの、おつぼねさんに。仲良くなった、仲良くなった。え、すごい、どうやって。いや、もうそれはだから今から見せるわ。わかりました。あ、お疲れ様です。焦げ付き出勤しました。おはよう。おはようございます。何されてたんですか。あ、今ね仕込みやってたんだよ。めちゃくちゃいいおばさんやん。ちょっと待ってね、ちょっと待ってね、お客さん来た。ちょっと待って。声のテンポがめちゃくちゃいいおばさんだよ。こんにちは、大丈夫ですか今。いや無理だ。あ、ちょっとお客さん来たから。あ、大丈夫です、すいません、はい、今日から警察体験をすることになりました。かなえです、文月かなえ。あ、かなえさん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めまして、こげつきです。初めまして、こげつきさん、よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。警察体験で。あ、そう、挨拶だけしに来ようかと思って。もし何かあれば、困ったことあれば気軽におっしゃってください。わかりました、ありがとうございます。いいですね、出ますね。ご飯もちょっといただいていいですか。あ、はい、ご飯で。ラーメンを5つと。ラーメン5つ、5つ。ラーメン5つ、コーラ5つで。はい、焦げコーラ5つで。はい、ありがとうございます。あれ、この町には来たばっかりですか。そうです、あの2日目ですね、町の外に出てきたのは。え、それで体験ってもうすごいですね。なんかロスサントス以外でも何かされてたんですか。あ、そうです、ここに来る前もともとあのそういう部隊に所属してて、銃の扱いと車の運転だけは人並みにできると思います。うわ、絶対人並み以上にできるタイプやん。よろしくお願いします。よろしくお願いします。すげえ、じゃあもう体験もすぐ外れますね、これだったら、はい、ちょっと受かるといいんですけどね。絶対受かるでしょ。よかったら連絡先交換しときますか。交換しましょう、交換しましょう。はい、もし何かあれば本当に何でも言ってくださいね。わかりました、俺も問題解決専門家もやってるんで、なんかあれば協力しましょう。市民の方がトラブルを起こしてて、あの警察が介入できない時はまたご連絡させてください。わかりました、ありがとうございます。はい、それでは失礼します。よろしくお願いします。頑張ってください。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。本物じゃん。で、ついこの間さ、ツイックスでさ、かなえって出てきててさ、えびっくりしたって思って、なんだこの偶然は、たまたまかって思ってたら、なんて言ってるか分かんないかもしれないけど、本物じゃん。でもよく考えたら俺も剣だったわ、そういえば。ごめん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 。おかえりなさい、剣さん。ちょっと、全然下手だよ。ちょっとおつぼれ下手でしたか。ちょっと、もう一回、もう一回やろう、もう一回やろう。普通になってめっちゃ話しやすい雰囲気出てたぞ。あ、じゃあ話しにくい雰囲気出します。はい。お疲れ様です、焦げ付き、出社しました。あのさ、昨日のさ、はい、あの品出しちゃんとやってから帰りました。あ、やりましたよ、品出しちゃんと。なんか変なことなってました。間違ってたけど、なんか、うん、間違ってました、すいません。あれやってくれたんですか。私にやっといたから。いや、ありがとうございます、マジで助かります。次から気をつけてね。はい、すいません。めちゃくちゃ優しいじゃないですか。やってくれちゃってんじゃん。やっちゃった、直してくれてんじゃん、俺の代わりに。俺が悪いやん、ただただ俺が無能店員やん。でもなんかさ、すいませんってちゃんと謝ってくるからさ、こっち演じれないでしょ。だとしたらおつぼね入ってこないかな。なんで笑ってるんですか。あ、おつぼね入ってこないかな、確かに。ここにこういう空気味わいたいですよね、なんか。いや、まあガチの話味わいたい。いや、俺らが結託してそれキラキラ笑いたいよね。そういうの楽しいよな。そういうの楽しい、そういうの楽しい。あの、バレないようにやりたいですよね。でも、もうそういうのしか楽しみ見出せなくなってきちゃうから、ここにそういうおつぼねとか来ちゃったら。いや、でも確かにそうだよね。でもそうやってポジティブに転換していかないと。そうなんですよ、それがあのコツですよね、社会を生きる。え、マジでそう。分かってます、やっぱ剣さん社会人やってますね。いや、俺やってない。おもろいなぁ。しかもなんか、マンモ別にさ、ここで喋んなくなってもさ、マンモさ、
別にいいしね、こっちで話すのもいいし、いつ入れてもいいもんな。え、あげころは社会人経験あんの？今も社会人だよ、うち夢の中は。マジですごいやん、マジですごいやん。そんなことないよ、でもあのね、鬱憤を話してるロスさんとって。なんか最近嫌なこととかあったの？え、でもさ、なんかみんな夢の世界の会社の人優しいんだけどさ、うん、でもやっぱおい笑えるとかでさ、笑ってくれる人いないんだよね、そういう会社では。いや、それはすんなよ、そこで。そこでおい笑える持ってくなよ、別に。それは。でもさ、そういう話ができたりする人が会社にいたら楽しいけど、誰もそういうの分かんないから。あの、みんな年上なの？うん、みんな年上。うちがね、結構ずっとね、一番下。おいおい、次の年齢はいくつなの？もう一個段階上の人は上司の人？上司の人たちはね、結構ね、みんなもう結婚してたりする人が多い。おい、じゃあもう30代40代みたいな。あ、そう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 。あ、じゃあもう20代いないんだ。え、もう20代いないかも。もう。なるほどね。え、何系とかって言ってんの会社？あー、でも何系とか言ってないけど、あの、事務的な総務的な感じの仕事をしてる。はいはいはい、 OL 的なね。あ、そう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 。でもみんな優しいんだったらいいじゃん、鬱憤ないじゃん。ほら、でも刺激がない、やっぱり面白いことを言いたいなって思っても言っちゃいけないじゃん。会議してる時とかもいきなりこういうことしたら面白いんだけどなと思うけど、そういうの我慢しなきゃいけないから。めっちゃゲージ溜まってんじゃん。溜まってるんだよ、だからロスタントスで反省してる。あの、急に OESS 言いたくなる時あるってこと？あるってこと。そういうことか、あげころ。あげころ、そういうことか。もうどんどんさ、出してこや。もうもっと解放しよう。暴れていいよ。いや、俺も日頃から話してるもん。そう、溜まってきた時、ゲージ。溜まってるの？剣さんもゲージ。いや、ゲージ溜まることはほぼないね。常に出してるから。あ、いいな。あの、今、うちの従業員が一人入りました、ロックちゃん。おー、ロック、来た。これがパクパク無線ですよ、ロックさん。パクパク無線、飲食の人たちが入れる無線です。何その無線、お願いします。え、なんか今ちょうどアゲコロと話してたんだけどさ、ロックはさ、普段生活しててゲージが溜まってなんかしたくなってくる時ある。うわーってなんか発狂したくなる時ある。毎日発狂してるよ。発散系だわ。毎日発散してる。何で発散してんの？悪いことしてる。何悪いことって？ロックちゃん悪いことしてんの？秘密だよ。え？いや、パクパク無線そういうのダメよ。ダメだ、やっぱパクパク無線白だからね、やっぱり。無線が小出しすぎるな。何してんのさ、悪いことって。おつぼに来た、これ。剣さん、今女子トークしてて省いちゃった。剣さん、省かないでよそれ。ね、俺じゃん、おじさん、ややこしいおじさん、俺の方じゃん。俺やん、ややこしいおじさんは。師匠は何やってんの今？うん、俺棒立ち、何もしてない。え、師匠なの？なんで師匠なんですか？拳でぶっ飛ばしたんだよね。メリケンでしょ。メリケンじゃないって。え、ロック別に本当にメリケンじゃないぞ。俺できるぞ普通に、いつでも戦え。なんかね、ロック負けたらね、もうなんかずっとそのもののせいにしてるんだよね。これね、強い人たちに聞いたけど、どんだけ拳が強くても2発で沈みません。あー、もうそのね、強い人たちって思ってるだけ。真の強いやつ知らないだけだから。大丈夫ですか？パクパク空気悪い今。いや、全く悪くないよ。空気悪くね、なんか空気悪る。なんかめっちゃ空気悪いみたいになってるやん。でもさ、実際これさ、向こうの飲食に2になった時実際気まずいな。でもこれなんか向こうで話してるのかさ、実際なんか作業してるのかこっち全く分かんないから話しかけにくいな、この一人側は。これ結構問題点にはなるんかもな。一人の時だけとか。でもかといってでもさ、出勤したから抜けますもなんかまたそれはそれで悲しいっちゃ悲しいけどな。あ、店員さん来たんで、あとはこっちでやるんで無線抜けます。ポン。え、大丈夫だよ。どうした？パクパク無線静かになっちゃったから。じゃあなんかさ、そっち二人で話してるんかなと思ってさ。そんな空気読まないでくださいよ、ちゃんと。ちょっと空気読まない係いるかもな、これ確かに。師匠って空気読めたんすか？お前に言われたくない。ひどくない。なんかここの三人、実は空気読める三人衆ですよね、なんか。え、二人何してたの？まあね、あの、まれ肉コネコネしてます。ほら、まれ肉コネコネで喋ってるからやん、ほら。めっちゃほら。でもこの問題あるな。でもこれ確かに、ほら、まれ肉コネコネで喋って。テーマ決めましょう、3人の。拗ねてる？拗ねてる？いや、拗ねてないよ。たねえねえ、拗ねた？拗ねてねえよ。めちゃめちゃ笑ってる今、ロキちゃんがここで。ちゃんと笑い声も無線に入れないと、パクパク無線に。お肉残って出てるからさ、ちょっと入れらんねえわ。
あれこれこねながら入れられないのこれ。お、これ終わった時じゃないと入れられない。ほんとだ。あれこねながら入れれる。いやなんかねこね止まるわ。いやこれまずいね。でもこね大体みんなこねてるからな。自販機のために2700個こねなきゃいけないから。わそれやばいね。あ自販機やってんだ。はい、うちはあんまりやってないけど、あの他のメンバーが結構やってくれてます。ロックやってるの？毎日やってるから褒めて。やば、偉いよロックちゃん。え、ちなみにさ、マレ肉屋はさいくらもらえるのそれこねたら。きまず、こねたら2700個こねたら1600万か。ちょっと待って、お客さん来たから、ちょっと待ってね。全然忙しくない、全然忙しくないよ。あ、忙しかったと思った、ごめんね。全く忙しくないよ。今日なんかすごく待ち暇じゃない？めっちゃ暇。そうだよね。え、いろはさんはさ、あれして、飲食店で働いてる？働いてないの。じゃあ救急隊だけ。あ、メカニック？そう、メカニックやってるんだよ。これなんかいっぱい行ってる気がする、何回も。え、そうだっけ？覚えてないな。え、そうだっけ？あんまり人の話聞かないタイプだ。で、働いてない人だって、SKE で。働いてる。今見て見て、ステートで。え？じゃあメカニック詳しいの？あるある。メカニック…じゃあ問題です。停電！はい、はい、お、こい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 。メカニックのツールのうちの一つとして、クリーニングキットの他にもう一つ色を変えられるキットがありますよね。名前は何でしょうか？色を変えられるキット？ライトの色とかを変えるキットがありますよね。ある。その名前は何でしょうか？ボルテージみたいなやつだよね。ライト、カラーライトチェンジ。はい、働いてませんこれ全然。SK 名乗れませんこれじゃあ。働いてる。え、なんで、なんでつるぎさんわかるの？正解はネオンコントローラーでした。はい、これ全然もう SK 名乗んないでください。これじゃあ、あえてなんだよね。つるぎさんがわかるかなっていうの知りたかったんだよね。いやいや、だって答えれなかったらだってそんなの通じません。あなたはこれから救急隊です。なんでメカニックやっちゃダメ？いや、メカニックやってこ。やるけど、やるよ。やるけどね。やるけど、言われなくてもやっちゃうけどね。小月さん何すんの？いや、もうめっちゃ暇。お客さんほぼ来てないから。そうなんだ。そうだよね。なんか飲食店回ろうかなと思ってたんだけど、いいね、ラーメン屋さんしかやってなくて。あ、今マレ肉屋もねやってるよ。あ、やってんの？マレ肉屋も一個。今飲食店でね、あの店員さんだけで話せる無線を作ってるのよ。そうなんだ。そう、これがね今なかなか良くて、だこれでマレ肉屋がやってるっていうのも分かったでしょ。うん、確かに確かに、めっちゃ便利だねこれ。最高。じゃあ飲食店の人にどこやってますかって聞けば今後わかるってことか。入ってる人だったらね、あんま入れない人とかもいっぱいいて、そう、流行らせるのがむずいんだよね。いやでもあるとすごい便利だね、助かる。そう、しかも俺らも暇じゃないんだよ。暇じゃない。あ、そっか、それで喋れるってこと。そうそうそう、おしゃべり無線なんだよね実質。そうなんだ。そう、そっちそっち。何するの？ちなみに今日は。今日はでも SKE で働くのと救急隊と、うん、と飲食店周りと移動しようかなと思ってる。はいはいはい。あ、そうだ、小泉さん知ってる？うん、前市長がさ、うん、今まで行けなかった場所が行けるようになりましたみたいなツイートしてたの。何、今まで行けない場所って。いや、それが分かんなくて、うん、何の話か分かんなかったんだけど、行ける場所は増えたらしいという噂を聞いた。潜水艦がさ、うん、持ってる人いない？なんか今潜水ってある、なんか噂では聞いたことあるね。潜水艦欲しいんだよね。買えるもんなん潜水艦って。え、なんか持ってる人いたよ。ちょっと今聞いてみようかな。脇尾さんが持ってて。そうなんだ。ちょっと今聞いてみるわ。いいね。ではね、俺脇尾さんの連絡先持ってなかったわ。めっちゃ友達みたいなテンションで言ったけど、連絡先持ってねえんだと思っちゃった。普通に俺ら持ってるよね。持ってるはず。あ、持ってないかも。いや、持ってるね。うそ、そう、めっちゃ持ってる。めっちゃ電話してる。めっちゃ電話してるもんね俺ら。めっちゃ電話してるもん、暇な時。そうだよ、暇電してるもんね。暇してない、そんなしてないから。だってまださん付けだよ私たち。うそ、気まずなんか。つりぎくんって呼ぶわ。なんかこの話した後名前の呼び方変わんのもめっちゃ気まずくない？え、なんで？いいよ、私全然つりぎくんって呼ぶよ。あ、マジで？うん、じゃあ俺もいろはって呼ぶわ。じゃあいいよ。なんか気まずいね。いや違うやん、別にそのまま、あ、オッケーいいじゃんって終わればいいのにさ、気まずいって言うから気まずくなるじゃんそれは。オッケーオッケー、じゃあまあそれで行こう。それで行こう、それで行こう。オッケー、じゃあまた来るね。はいはい、ありがとうございます。ありがとう、頑張ってね。はい、またよろしくお願いします。はい、また来る。おい、今お客様対応中です。また一人のお腹をいっぱいにしてしまったよ。気まず。ちょっと待って、あれや、待って、思い出した。今なんか入金すればスタッシュが増やせるんだよね。で、なんかその入金するやつがどこかわかんねえんだけど、それ聞きたかったんだったわ。 B 市長への入金ってどうやってやりますか。あ、 ATM で
ATM で振り込み B 一生当てにできると思うわよ。マジでありがとう。ジョアンナさん、なるほどね、 ATM で行けるんだ。え、てかバスとかもあるじゃん。え、何こんなのあった？何これ、待って、バスできてる、ロス・サントス・トランジット、何これ、え、乗せてくれよ。ダウンタウン行き、ちょ、ダウンタウン行かせてくれよ俺を。ダウンタウンまでお願いします。海外のバスだとさ、あのバスの前か後ろにね、フックがあってね、そのフックにね、自転車をね、かけれんだよね。だから山とかまで自転車持ってって行って、その山のハイキングルートを自転車で漕げるとかできるんだよね。それがね、めちゃくちゃ良かった。でもなぁ、鶴木事情、今日リベンジしよう。やろうぜ、今めっちゃ暇。行っていいですか？今来ってこと？今来て、もうめちゃくちゃ暇だった、ちょうど。じゃあ行きます。いや、これもう上げ頃の前で負けるわけにいかないから。ちなみにガチで強いぞ。リーダーだからね。いや、スライディング、やばい、緊張してきた。スライディングで来るんか、スライディングで来るのか、あいつは古武術使えんのか。最初に来た時にキャング含めて10人ぐらい倒したって言ってたんだよな。ってなったら俺も見せるしかねえな。ちょうど今日俺スパーリングしたからな、温まってるぞ体。マニーパッキョみてえに。バー来た、出発から行く。その負けたらお店でいっぱい買おうぜ。俺マレ肉買うし、ラーメン買って。あ、いいですね。あいつ仕留める。ワンオクロックダイヤ2だぞ俺、ストリートファイター6。しかも急上昇中のダイヤ2。キャラ対策なし。これからキャラ対策フェーズが来るから。しかも国人をまだ呼んでないからね。おい、どっかのタイミングで絶対国人呼びたいの。最終進化俺まだ残した状態で今ダイヤ2。今日ずっと国人の道着でやってた、緑道着で。もう普通に最近外でやってるっていう、配信外めっちゃ発狂する。今向かってるんですけど、ちょっと一人強制迷彩になって待ってるんで、ちょっと待ってください。一人って誰？ちょうどお客さんでサンライズさんが来ててね、一緒に見に行きたいってことで今見に行くとこです。おいおい、ちょっと観客増やすな。ヒロ山本さんもいます、マレニク屋の。オッケーオッケー。間違えた、マジでごめん。ちょっと待って、ごめん、それ以上やったら俺もやるしかなくなるぞ。おい、一発だぞお前。あ、くそ、やばい、これじゃ。一発は一発だからな、お前、この野郎。一発は一発だぞ。てかさ、まれにかから来んのに時間かかりすぎじゃない？今から出発って言ってからもう15分ぐらい経ってない？誰？やろうか。誰？なんか、どうしたんですか？やろうや。あれ、鶴木師匠、どこにいるっすか？ここ。どこ？ここ。誰？しかもさ、ボクシング場でやるんじゃなくて、ここで生身でやりやる。生身でしょ。ピゲット。なんか見た目変わった。ストリートファイターすぎる。これなんか気をつけないと。うちもそういうの作ろう。スピニングバードキックできるようになろう。やろうぜ。つるぎさんがなんかズルしてるって聞いたんですけど。じゃあズルしてる、ズルしてる。あ、バカじゃ来た。おはようございます。揃ってるね。おはようございます。揃ってる。パクパク無線人。いや、パクパク無線めっちゃいいぞマジで。盛り上がって最高最高。かわいい。じゃあやるか。粉塵竜巻するからね俺、ちなみに。え、そう、俺ズルしてないのにさ、ロックが。あ、バカじゃん。もう一回、じゃあもう一回やろう。ロックがズルしてるって言うんだよ。え、そう、そんなことしないよね、つるぎ。しない、いいよ、じゃあやろう。じゃあどういうルールでやる？正直な男だもんね。え、普通にスライディングあり、腕のみね。いいよ、グローブチェックしていいよ。ほら、グローブチェック、ほら。そういうなんか喧嘩みたいなルールあるんだ、ちゃんと。なんかあるみたいな。スライディング別になしでいいんじゃない？なしでいいの？うん。なんで？いや、その小賢しいじゃん。なんでもありって師匠が言ったんだよ。いや、スライディングだと雑草が育つかのようなファイトを見てる気分だって、あいつに怒られちゃうから。な、誰だよ、誰に怒られる？怒られちゃうからさ。あいつって誰だよ？それは言えないよ。ヨーガファイヤー、行くぞ。コロモ先輩、お願いします、掛け声。運動会か。掛け声ちょうだい。あ、じゃあ行きますよ。運動会の掛け声やねんけど、ヨイドンは。ヨーイドン。そんなの。やばい。これまずい。ほら。これまずい。待てー、師匠。やばい、怪我した。
よっしゃー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 ほん弱っチェクシャおいズルしただろしてないよいやこれねおかしいメリケン使ってるこいつえいやいやもう一回やってあげてもいいっすよいやこれねメリケン使ってるわどうぞ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 確認してよ うわこれメリケン使ってるわいやもう一回受けて立つっすよ鶴木師匠いやこれちょいやもう無理だわメリケン使われたらさすがにグローブチェックしていいっすよ鶴木師匠でもなんか確かに一方的ではなんかそうしたよねヒロさんおかしかったっすよねだからロックさんが強すぎるかまあ一旦勝ったから何でもいいかメリケンつけてるか鶴木さんが弱すぎるかのどっちこれはでもあれでしょやばい引かれるやめてくれでこれ2先でしょ2先2先あいいっすよ2ラウンド1本でしょいいっすよいいっすよ投げんだよ2ラウンド目のあいだ。何やってんだ。何やってんだ。あでもちょうど。ないです。あお願いします。ちょうどいい。現場で大丈夫です。あ現場了解。すいませんわざわざ。ありがとうございます。ありがとうございます。いやちょっと今度はロックがズルしてくるとは思わなかったわさすがにじゃあ次の試合は両者グローブチェックしましょうあれ鶴木さん今度はってどういうことですかあはえ違う1000万かけて情報買い取ったんすよはいはいありましたメリケンなんて売ってないって言われたいやもうブラックマーケットにあるかもないかもとか言って言われてはいはいないって言われただからないものなんてないんすよだからこの街に古くからいる人は持ってるかもねって言ってた俺古くからいないっすもんあそうなんだなんで持ってるの持ってないっすだからえおえ持ってないよだからそんなズルしないもんね俺みたいな新参そうだよ俺みたいな新参者が持ってるわけないじゃん、うん、お金で物言わしたとかではなく俺お金なんてないよ白市民だもんね、剣さん飲食店稼げない、白市民リアル、リアルリアルな飲食店やったら分かるでしょ分かる、分かるまあ、そう、まあ、カジノに行こうカジノやらんよカジノはいいぞカジノ意外と堅実なんだね、ちゃんといやもうカジノのもうそういう時代終わったあー、そういう悪い時代終わったんだフェーズ終わったんだいやもう若い時やったわカジノえ、すごい鶴木さんいくつなんすかもうやりき、もうやりきったわ、もういくついくつうん、俺21あ、21まだ早い、若い、若い未成年の時やってたってこと未成年の時、いや、ロスサントそういうのないからまあ、一旦ラーメンもらおうかな、じゃあ5分待たないといけないから、次のラウンドまで あ、そうか、じゃあラーメンねそういうことかマジで、ラウンドが長すぎるってラウンドがね、いや、これまあいや、だここでセコンドがいろいろやってくれるはずなんだよボクシング場でやれよそうだよね、ボクシング場でやったらいいのにいや、全然ボクシング場でもいいですけどねあ、まあ確かにまあ、迷惑もかかるし、ボクシング場でやるかなんか腕ムキムキになったね、剣さんいやそう、ちょっとこれ今道着が重いからさこれもちょっと良くなかったわ逆に重かったのそれいやこれ道着めっちゃ重い、これトレーニング用だったからさハンデ背負ってたんだ、剣さんいやそうマジでそう、マジでそう次は本気だそのロックリーみたいなことしてんの次ガチなんか怪我してる姿見ると申し訳なくなっちゃうな次はガチだよじゃあ行くかえ、まだ乗ってないっすよ、師匠誰かに乗せてもらうしかない、剣さんそうそう、これでじゃあ抱っこしなきゃ誰かを誰かこれで、これいっぱい乗れないのこれ4人乗りですあ、まず忘れた一旦キャリーかいや、キャリーいらんわ待って、ガソリンない待って、これあれだわこれカリーしてもらわないとちょ、これカリーだわカリーちょ、カリーして、カリーしてカリーって何キャリーキャリーのことですそうでしょあーカレーだと思った何を言ってるんだろうこの人と思ってカリーでもあるあげこのカリーしてよえあしないのごめんなさいカリーしますカリーあじゃあこれだはいはいなんで様子がおかしいカリーしましたカリーしてカリーしてこれ入れんのかなちょっと前出したちょっとあ来た来たすごいうち今どうやって開けたんだ扉いいねいいねこれ開けっぱなんでいいねもう行きましょう。場所どこですか？ここです。はい。アビスピの横、わかる？また開いちゃった。しっかりしまってくださいね。開けた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 。足が出ちゃってます。いやいいよ、こっちの方がいいよ、開放感あるわ。なんか恥ずかしいな、剣さん。どういうこと？運ばれて開放感あるか。いやほら、この格好で開くと赤ちゃんみたいなんか。いや全然恥ずかしくないでしょう。むしろ光栄だよ。むしろありがたいよありがたいんだこれ飲食店2店舗しか開いてないのに全部閉まっちゃったいや大丈夫これいや会社レストランが会社レストランが開いてるはずこうやって回していくんだ
そうだよそうだよそうだよじゃねえよ。来た暇だ暇だったら行ってみよう。暇だった今忙しいから。はい、マイホーム来たやるか。じゃあグローブチェック、グローブチェック。いやここね大丈夫、厳選なあれがいるから。おい31人もしてめっちゃやり込んでるやんこいつ。グローブあり、グローブあり、グローブなしでしょ。なしいいだろう。31人もしてるよ。やばい、お願いします。じゃあまず出るよねここね。まず出るでしょ。え、はい、え、で出るの？これリング出るでしょ。この野郎一旦終わらそう。何やってんだよこの野郎。一旦終わらそうよ。一旦終わらせるかこの野郎。おい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 、うわやばい、おいこっから放てるんだこの人。おいほら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 、わやばい、ほらはい。え、出るの？出てスライディングありってこと？出てスライディングあり出ろぜ。グローブなしね。うわー俺もう勝率つけないようにしてんのに勝っちゃったよ。一生ついちゃったよ。どうやって出んだ、ちょっと待って。こっち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 、よいどん、よいどん出て。あ、わかりました、いきますよ。よいどん、なんで運動会のやつや。よいどん、閉まらんな。はい、やばはいやばい、ずるい、はいやばい、頑張れ頑張れ。グローブない、すごいすごいすごい、はいはい、おいおいおい、まだまだやな。ずっと悔しい。師匠もう一回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 、まだまだやな。もう一回ロックよ。スライディングうまいぞ今のは。さすがにメリケンなしじゃったら一回も勝てないか。いや、あったんじゃねえか。やっぱあったんじゃねえか。お前がさっき勝ったのがメリケンだろってことだよ。ねえよ、ねえんだよ。じゃあなんで中でやんだよ。どっちだよどっちだよ。ニアズなくていいよ、ニアズなくていいよ。はい、ニアズって言った。おい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 、そのねんだよ喧嘩に。喧嘩にそんなねんだよ、バカやるな、おら。こらこら。いやまあ今のはやり直しでいいよ。やり直しにしよう。でこれ外出るんだよ。オッケー、外出るね、外出るね。でこれ出ればルールでやれんのよ、このボクシングルールで。あ、そうなんだここで。そうだからロックがめっちゃ弱くなるってこと、メリケン使えないから。あ、お願いします。いきますよ、よーいどん。レディーファイトでええやん。待って、間違えた、やばい、よっしゃ、やばいやばい、まずいこれは。おらこの野郎、おらおらおら、まだ動けない、くそ。よっしゃー。めっちゃボコボコだってよ、つるぎさん。違うね、これははめられた。ロクちゃん強かった、はめられた。来ると思ったんだよな。つま先踏まれたー。踏んでない。まあこれで2勝1敗か。え、さっきのやつカウントしてんじゃんね、無効って言ってたのに。いや、ちゃんと勝ったやつは、そのさっきのやつ、それ入れたら3勝1敗よ。あ、そうか。つま先踏まれたせいで殴り返せなくなってたわ。そんなことできるんだ、ロクちゃん。いや、マジや。できない、できない、できないよ。はい、行きますよ、よーいどん。ちょ、やめてよ、そんなことすんの。やばい、やばい、やばい、やばい。そんなことすん、はい。一発取れたのに。弱え。うぜえ。やっぱメリケン使えないとこんなもんか。なんか今肘打ちしてきた、痛い痛い。いや肘ありじゃないの。え、あ、なしだよ。え、これムエタイじゃないの。ムエタイじゃない。うわー、もう攻撃狭めてきてんの渋いわこれ。ズルしなくても普通に強いんだ。てか俺、てかね、普通に分かったわ。え、必勝法。いや、てかね、俺ね、このリングのね外でね戦ったことあんまないから。でもロック31人してるからやってるだけだねこれ。うわー、言ってくれるじゃん。やってるだけマスターだ。言ってくれるじゃん。負けめちゃめちゃ多いで多分これ。あー、なるほど。そう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 、これ30、これ多分ね31勝540敗ぐらいしてた。グラグラしてるの。いくぞ、いきますよ、レディーファイ。ちりめんじゃこぐらい弱いやん。おはようございます。今ロックちゃんの試合を見に来てます。なんだこの場合、なんだこの場合。いいですか、試合があるんですね。あのボクシング場で今ロックちゃんが戦ってます。あら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 、うわ、やばい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 、これまずい。海の方のやつですかね。あ、そうですそうですそうです、よかったらいいっすよ。なんでだ、なんでそうなる。よっしゃー、これいっただろう。やった、うち勝ち。あー、負けてる。勝ち。まあまあ、口先だけってやつですか。でも俺まだ勝ち越してるぞ。一生ね、一生ね、一生。まだ勝ち越してるぞ。一生ね、お店サボって。マイケル、おはよう。数だけか。おい、おはよう。おはようございます。あじごろ先輩、あじごろ先輩、待って。よいどんしてないじゃん。ちょっと待って、今のはズルでしょ、今のはダメでしょ。で、この人ちょっと人としてまずい。やばい、ドラプライドとかないんかこいつ。しかも無言で殴り続けてましたからね。用意のないじゃん。いや、喧嘩は突然始まるもんですから。ラブストーリーか、おい。ツッコミうま、小田和正か、よっしゃ。
取った自転車取ったなんでお前ガイディあんのかてめこの野郎なあ、なんだお前やめ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 おらお前なめんなリング街でやんのかリング街でやんのかすごい迫力だすごい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 リング街はやめようよおらおこの野郎あ、リング街なのか今この野郎リング街はやめましょうよいつでもやっていいって言ったじゃん今いやさすがにボクサーたるもの中でやらなきゃいや自分もやり返してたのいや俺拳狂気だからさすがにリング外では殴れねえのよ一般人相手にはカスバーサスカスやんカスバーサスカスやでこれなんかあれなんですかなんかすごい試合ではないですよねなんかこれなんか低い試合違うじゃ結構強いよいや俺一般人相手に殴れないわ結構強いよ剣先輩マジでこれマジで勝ち強いんだいや俺狂気だから本気出せない普通に空手界さ素人殴れないからさいやなんか振ってきたからさやっちゃっていいんかなって大地さんおはようおはようでロクちゃんが今ボコボコにしましたねえねえクロマさんクロマさん写真撮って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 写真撮ります写真撮るなやめろカメラ下ろせ写真撮って写真撮ってピースするいいとこ見逃しちゃったんですねやめ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 はいチーズちょっとやめてくれよこれで鶴に釣った時の写真やんありがとうよ先輩それ流出させないでくれよまあちょっと今後の鶴木先輩の態度によるかないやでも男でしてる鶴木さん殴れなかったんだよねロックちゃんいやそうだよそうだよでもホイッスルになる前に殴ってきたよ現場で分かったちょっと高くなっちまうけど大丈夫かあ大丈夫ですもしかしてここにいっぱいいる血は全部ロックは怪我してないから俺は殴れなかったんで全部俺の血っすねいや女性は殴れんすねさすがにじゃあなんせ勝負に挑むんだ負け戦じゃないかどんなに強くなっても女性を殴ることはできませんえなんか健康感度稼いでくる何この人めちゃくちゃ殴ってたけどね最高最高殴ってたんかいいや殴ってないっす殴ってないっすねだいぶ最高2つぐらいはロクちゃんの血だけどいやサンライズ見えないかこれ寸止めしてんだよねお大事にね気をつけて当たってるようなありがとうございますすいませんね伝統空手だそう当たってるそう伝統派空手なんだよ俺当たってるやつののけぞりだったけど、うん、俺史上最強のメイドインジャパンなんで本当にあ誰も格闘技知らねえんだこれあ言えばこういうこの感じで誰も格闘技知らねえんだ誰も知らない全然知らんわ伝統派空手堀口教授知らねえか知らねえ知らない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 帰るか師匠長そうだし、なんか負けたわシンプル認めたわけよすまんねえよやらないのえ殴ってみたいうちもみんなどうしてじゃあげこちょ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 じゃあげころいい俺やろで松葉が外れないと松葉外れたら鶴木さんやりましょういやうちあげころ先輩は殴れないあげころやろうや俺ちょっとずいぶん火ついてきたわ勝ちますよ鶴木さんそれいいのかダメじゃないかさっきの発言が全部台無しですけどずいぶんやあげころやろうや俺とはバトルうちなやったことない人のこと初心者狩りしようとしてませんやろうやあげころ初心者狩りの鶴木ダサい妙やろやあげころ俺とじゃあげころ怪我したら危ないからグローブつけてやろうグローブつけれるんですかグローブつけれるそうなんだじゃつけますなんであげころ先輩怪我したらダメなのうちの時にはグローブ外せよらって言ってたじゃんいやいやそんなだって女の子だからロックちゃんも女の子だよ男じゃないの違えわ違えわお前ぶんなもっかい殴るぞ山本さんやろうや僕いやでもいや3サンライズさんなんか強くないよね詰まったんだサンライズ確かになんかオーラ出してるよねサンライズさんオーラ出してるじゃんなんかでもリング立つとマイクで戦っちゃうからな MC サンライズジグジグ赤コーナーワンオクロックできるよめちゃ無理やめてめちゃ無理やめてもう帰ろうからポン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 ちゃうねんMC バトルしようとしてる？やだよ。え、MC バトルするんじゃないの？いや、ちげえわ。ちげえわ、ここ。いや、だって MC バトルからやらなきゃ。俺の武器はマイクだから。よよよ、サンライズよ、お前よ、白黒つけろ、はっきりしろや。よよよ、よよよ、イエーよよよ、はっきりしろ、白黒つけろ、サンライズ。マイクマス、マイクマス、サンライズ。カモン、カモン。平和だな。カマセー。サンライズ。
シェアいや白黒でも関係ねえ俺はモノクロワンサンでやってるぜお前のワンテンポよりも俺もハイテンポでやるこのラップの方が圧倒的にガッとくるショーいや見せるか俺のファンタスティックショーいやまず上がるリングよりも光る俺はソニックじゃねえけどもリングを集めて上がる俺のマイクフォン一歩で上がるこの場いや上がり上げるのはこの会場でもリング上に上がらずでも俺はこの場で演じようせず沈下する俺がマイクフォンマスターエイヤーすごい。すごい。何？どっちの勝ちか拍手の数で。じゃあ MC 衣。イエーイ。じゃあ MC サンライズ。イエーイ。こいつ白黒しか言ってなかったじゃあ今やろっかじゃあ。こいつ白黒しか言ってなかったぞ。いい試合でした。いやナイファイナイファイ。ありがとうございます。ちなみにこの街来て初めてラップバトル負けた俺。いや初めて負けたわ俺今。やった勝った。いやあげくの勝ってるやん、やったことあるやん。逆にねシンプルイズベスト。え待ってつぶきさんつけてるグローブ。グローブいやもう俺がつけるでいいよ。えうちついてるよグローブ。嘘つけてないように見える。つきましたちゃんと。いいよいいよあげくいいよ。え投げていいのつぶきさん。投げていいよ。おい、アゲコロだろうと俺は関係ねえぞ。え、ちょっとなんか、怖い怖い。気持ちわかるけども。おい、アゲコロ、おい。痛い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 。おい、アゲコロ、おい。うまい。え、待って待って、内側から抱えて。ああ、頑張って。ちょ、待って、これ。痛い。待って、剣さん。剣選手、ヒットアンダーウェイで、ちょっと出てますね。痛い痛い。おら蝶のように前、8人。おー、関係ねえぞ、アゲコロ。剣選手。剣さん、痛い。剣さん、痛い。反撃が始まって。あげころ関係ねえぞ。華麗なフットワーク。ほら、うまいうまい。奥から一気に詰めて。俺のことはナジームハメドって呼んでくれ。攻撃が来る頃にはいなくなっている。ナジームハメド、ナジームハメド。ナジームハメド。ロスアントスのナジームハメド。こっちも来た。あれ？わかった。なんか逃げ回ってずるくないですか？余裕です。ちょこちょこ逃げ回って。どっちが勝ったんですか今？俺です。負けました。え？今のリングした。じゃあ逃げ回んなかったらもっと勝っちゃうよ俺。え、ちょっともう一回ですか。いいよいいよ。来てください本気で。悔しがってんじゃねえよ、あげごろ。頑張れ。どうやってやってるの。あげごろ。おい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 。あげごろ、お前。とうとう防御捨てての殴り合いだ。あげごろ、お前。やるな、なかなか。なかなかやるじゃねえか、あげごろ。拳で答えていくスタイル。あげごろ、おい。頑張れ。だが、やはり力の差が出てくるのか。あげごろ、おい。ガチだ、ガチだ、ガチってる。とうとう捉えきれてないぞ。あげの選手、捉えきれてない。めっちゃ笑ってる。視界の外からチキッと攻撃していきますよ。おい、あげろ、おい。痛いという。右ストレートだ。右ストレート。やめて。当たってきました、当たってきました。おっと、チャンスですよ。コーナーに追い込んだ。ああ、逃げ出しました。ああ、手痛い。すいません。勝った？なかなかやるじゃねえか。強い。先輩が花を持たしたと。いや俺は本気出したよ。本当ですか、うちの勝ちってことですか今の。ええ、うちの勝ち。耳悪っ。えうん、ありがとうございます。ツルギ師匠、ツルギ師匠、サンシャインさんともやらなきゃ。なんでだよ。やろうぜ。サンライズやろうや。とうとうツッコミも諦めて。いやもうサンライズにはグローブつけないぞ。やろうや、や、やろうや、やろうや、おい、サンライズ、どこだ、なあ、やろうや、やろうや、やろうや、なあ、サンライズ、やろうや、やろうや、あいー、弱すぎー、早すぎる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 、おい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 、なあ、お前、おい、ビッグリスト、びっくりした、急に、急に、しょがりの、しょがりの、腹立つやつ出てきたわ。だからあのジュース飲んじゃダメって言ったのに最初に渡してくるやつ、剣さんが。なになになんだそれ。最初にジュース渡したいでしょ、剣さん。お腹下すジュース。なんか体がしびれて思うようになった。ドンパドンパ。薬物チート、まずいなそれ。じゃもう帰ろうぜ、飲食開けようや。帰ろう、もう帰ろう。こんな遊んでる場合じゃない。やばい、飲食店こんないるのに。何の試合だったんですかこれ。全員遊んでる。まずいそれは。なんか仮にしなきゃ。仮よし、俺抱っこ回避。あ、やばい、え、じゃあやばい、うちも抱っこ回避しないと。
あ、向こうもあるから大丈夫です。乗り込んできましたね。いや、だってあっち満員だから。師匠またね。どう、ラーメン屋ってどこ、どこら辺でしたっけ。はいはい、ラーメン屋までお願いします。716号ですね。ちょ、これ盛り上がってる感じ出してないからさ、ちょ、バカちゃんがかわいそうだくんになってるから。確かに盛り上がってる感じ出しますか、せっかくだから。バカちゃん何やってんの今。今見せ場してるよ。いいね、もっと盛り上がってる感じ出そうぜ俺らで。ちょ、ね、今ちょっと喧嘩してたみんなで。そうだよね。誰が赤子の先輩が優勝した。すごい、これも強いんだ。はい、ボコボコにしました。いいね、お客さん来た。あ、お客さん結構来てるんだな。お客さん結構来てますね。やっぱ今会場レストランしか空いてないから、やっぱりうちらも開けないと。そういうことか。確かに大事ですからね、息抜きも。いや大事大事、マジで大事。あ、赤子の先輩ショップで開けました。ありがとうございます。今釣り木さん送ったら帰ります。丸肉屋無線に飲み込まれちゃうこれ。ほぼ丸肉屋無線。まずいまずい。ありがとう、はい、じゃあねー、またねー、また、はい。アホ、ショガリーが。いや、早く出せ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 、出せ出せ。あ、早く行け、早く行け。ショガリーラーメン、ショガリーラーメンが、おい一生ラーメン、ショガリーラーメン。キャラー、待て、スパイダーマンみたいになってる。スパイダーマンのやつ、あの最初のスパイダーマンのいじめみたいになってる。